1番目に入って段違い平行棒、これからバラクサノワの演技に上げます。この選手も若手の選手ですね。そうですね、去年ヨーロッパのジュニアチャンピオンになったばかりですね、はい、それから今年のリガモスクワ大会も出場してましたね、はあ、赤手に持ち替えてスタルダー前方中からイエガーですね、はい、改革での宙返りイエガーです。車輪2回宙返り失神です。失神の2回宙返り。ただ振り上げてね、宙返りに行くだけじゃなくて何かからシュタルターからとか、それから前シュタルターとかそういうものからイエガーにつなげたり、非常にソ連は先を先を、進んでますね、先に先に、はい、そういった宙返り系統の飛び技が入ってきたなと思ったらもうすぐにその前後の技を工夫しながら、はい、その技を一層置き換えてる ね前方スタルダーからイエガー宙返り、はい、スタルダーの2分の1ひねり、それから着地ですよね、国際大会になりますと着地を決めないと点数が伸びませんからね。そうなんですね。真の2回宙返り 9.90 が出ました。 9.900 です。